どうもこんにちは、ガクです。今回は時間と幸福を生み出す普遍的な教えを説いた名著、人生の短さについてを解説していこうと思います。本書の著者はルキウス・アンナエウス・セネカ。紀元前1年頃のローマ帝国を支えた優秀な政治家であり偉大な哲学者です。セネカは暴君として名高い第5代ローマ皇帝ネロを陰で支えた人物でもあります。本書は古代ローマの哲学者セネカが説く主体的な時間管理論を説く本となっています。そんな本書の特徴として挙げられるのはストイックな生き方を肯定している点です。怠けるな、時間は待ってはくれないぞ、過去や未来に執着するな、それよりも今を本気で生きなさい。本書はこんな感じでだらだらと怠けることを許しません。時間は貴重なんだ、大事に扱うべきなんだと気合を入れてくれる内容が多いんですね。多くの読者はこの本の内容だけを見るとセネカさんちょっとストイックすぎてついていけませんと少し抵抗感を感じてしまう人がいるかもしれません。しかしセネカの生涯を追いかけた上で人生の短さについてを読んでみると感じ取れる印象は全然違うものになります。また後半で紹介するセネカの言葉を聞くと確かにそうだな、時間ってめちゃくちゃ貴重だよなと考えさせられる内容となっています。ということでここからは最初にセネカの生涯について簡単に触れた後、本書の中で現代人の心に響くセネカの金言3つを紹介していこうと思います。本書は他人に流されてしまうという人、またなんとなく生きてしまっているなという人には非常に響く内容が詰まっています。ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。ここではセネカの生涯を3パートに分けてお話しします。1つ目は病と哲学、2つ目は皇帝ネロへの期待と絶望、3つ目は裏切りと自殺です。まず1つ目、病と哲学です。時代は今から約2000年前、セネカは紀元前1年頃ローマ帝国のヒスパニアに生まれます。ここは今のスペインの南部にあたる場所です。セネカの父は有名な弁論家であり裕福な家庭だったそうです。セネカは幼少期から青年期にかけて弁論術、修辞学、プラトン哲学などローマ最高峰の学問を吸収していきます。しかしセネカはある大きな爆弾を抱えていました。それは病弱な体であったという点です。セネカは20歳の頃持病の喘息に加え肺結核を患ってしまいます。後年セネカ自身が振り返るには死を覚悟するほどの激しさであったと言われています。そんな彼に生きる力を与えたのは両親であり友であり哲学でした。特に賢人たちの教えが詰まった哲学はセネカの内面に潜む生への希望、死への恐怖に響くものがあり深い知性と人格の形成に大きな影響を与えました。セネカはこの頃療養のためにエジプトのアレクサンドリアで10年近く過ごします。アレクサンドリアは当時学問の中心地として知られていました。そこで彼はエジプト思想、ユダヤ古典を学び幅広い知識を得ていきます。ローマで得た高等教育にエジプトの最先端の学問を加えたセネカはまさに鬼に金棒でした。ローマに帰った31歳のセネカは政治の世界に入り大活躍、出世街道を駆け上がっていきます。しかしここでセネカは大きな不幸に見舞われます。なんとローマ皇帝をめぐる政治闘争に巻き込まれ41歳の頃に流罪にあってしまうんですね。セネカは人間の持つ本能的な邪悪さを実感し深い恐怖と怒りを覚えます。それからセネカはなんと8年間も孤独に過ごします。49歳の頃にようやく罪を許されローマへ戻ります。実はセネカはこの時に人生の短さについてを書き上げています。本書はセネカが友人に向けて時間の尊さを説いた本です。しかし私はセネカが本書を書いた時期を考えるとこれはセネカ自身の
決意表明でもあるのかなと感じます。セリカは権力闘争で人生を狂わされた人物です。彼はこれまでの自分自身を振り返り、これからは自分のために時間を使うぞという思いも込めて本書を書き上げたのではないでしょうか。新たな思いでローマに帰還したセネカ、しかしそんな彼を待っていたのはさらなる絶望でした。2つ目、皇帝ネロへの期待と絶望。セネカは50歳になり、次期皇帝候補であったネロという少年の家庭教師を務めることになります。セネカは幼いネロ少年に対し懸命に教育を施します。しかしこの頃のローマ帝国では殺伐とした帝位争いが繰り広げられていました。まだ20代のネロは権力闘争が理由で義理の弟を毒殺することになります。これをきっかけにネロは徐々に凶暴性を増し、セネカも手に負えない状況になります。そこでセネカは寛容についてという本を書き、ネロよ、リーダーにとって必要なものは道徳であると説きました。しかしネロには理解されませんでした。ついにネロは義理の弟だけでなく母親を殺害し、妻を自殺に追い込んでしまいます。セネカは愛欲と憎悪、陰謀と復讐、血と殺人にまみれた俗世に飽き飽きしていました。身も心もズタボロになったセネカは62歳の時に政治の世界から姿を消します。3つ目、裏切りと自殺。それからセネカは他人のために使った時間を取り戻すかのように哲学研究に没頭していました。短い期間で次々執筆をしていきます。同時期頃、政界でネロを退位させる陰謀計画が噂されていました。ネロはこの勢力を徹底的に潰していきます。そこでセネカも計画に加担していたと密告があり、ネロはセネカの元を訪ねます。おいセネカ、まさかお前俺を皇帝の座から引きずり下ろそうなんて考えていないよな、と詰め寄ります。ここでセネカは曖昧な返事をしたことがきっかけで自害を命じられます。曖昧な返事というのが奇妙なところなんですが、どうやらこれは冤罪であった可能性が高いそうです。突然の死の宣告を前に、セネカは平静を保ったまま運命を受け入れます。悲しむ妻や友人に別れを告げ、セネカは65歳で自らの手首を切り自殺したそうです。なんとも残酷な結末ですね。このようにセネカが生きた時代は今とは比べ物にならないくらい残虐で非道で欲望に満ちた時代でした。ここまでの話でセネカの生涯とセネカが人生の短さについてを書くまでの経緯を理解していただけたかと思います。ということでここからは本書の要約に入っていきます。セネカは生前、幸福な人生とはどんなものかを模索していました。人生というのは有限です。人間は生まれたその瞬間から死が迫っています。しかし多くの人は与えられたわずかな時間を無限であるかのように浪費します。例えばニュースなどをぼーっと眺め、誰かのスキャンダルに一喜一憂する、ファミレスで過去の話や誰かの愚痴で盛り上がり楽しいだけの時間を過ごす、ある人は酒に溺れ、ある人は異性のことばかり気にしている。そんな彼らは自分に染みついた悪い習慣から抜け出せず、そのままずるずると時間を浪費します。そして大きな病気になった時、また頭がボケ始めた時、ふと気づき嘆くわけです。まだ何も成し遂げていない、人生はなんて短いんだろうと。セネカは本書の冒頭でこう言っています。我々はわずかな時間しかないのではなく、多くの時間を無駄にしているだけである。莫大な黄金も悪い主人の手に渡れば散財されすぐなくなってしまうだろう。しかし良き主人の手に渡れば、黄金は使い方次第でさらに膨れ上がる。人生というのも全く同じだと。私たちの人生はちゃんと使えば十分に長く偉大なことを完遂できるよう潤沢に与えられています。しかし私たちは時間というものの重要性をなんとなく理解していながら、また時間の浪費に走ってしまうんです。
そこでここからは人生の短さについての中で現代人の心に響くセネカの金言を3つ紹介します。ここで話すのは次の3つです。1、あなたの人生の主役は誰だ。2、今を強烈に生きよ。3、あなたは一人じゃない。まず1つ目、あなたの人生の主役は誰だ。ここでは人生はなんて短いんだろうと嘆く人と、充実した人生だったと歓喜する人の決定的な生き方の違いをお話しします。最初に結論を言ってしまえば、両者の違いはどれだけの時間を自分のために使ったかなんですよね。人生に満足できなかった人は、自分の所有している時間が他人に奪われていることに気づけなかった人です。人生に満足できた人は、自分の所有している時間を自ら死守し、自分のために使った人です。セネカは言います。人間はお金や領土のような目に見える価値は必死に守ろうとする。しかし時間のような目に見えない価値は簡単に他人にあげてしまう。多くの人間は自分が所有している時間というものがまるで無価値であるかのように思っていると。例えば今日、また昨日でもいいんですが、あなたの生活を振り返ってみてください。YouTube をだらだらと見続けてしまった。ずっと友達と電話をしていた。大して面白くもない飲み会に参加し、長時間だべっていた。スマホゲームで夜更かししてしまった。これらの時間は楽しい時間ではありますが、決して有意義な時間とは言えませんよね。あなたがもし最高の人生だったと思い、最後を迎えたいなら、人生の主役をあなたに設定し、自分を成長させることに時間を使わなければいけません。他人の誘いを断れない、すぐ他人に流されてしまうという人は、もしかしたら人生の主役が曖昧になっているかもしれません。セネカは言います。人間にとって最大の敵は大体において自分であると。まずは人生の主役は私だ、様々な誘惑に打ち勝てるかどうかも私次第だと強く胸に刻みましょう。二つ目は、今を強烈に生きようです。セネカは言います。今ある現在は一日一日を言い、その一日も刹那の瞬間からなる。生きていることにとっての最大の障害は未来に依存し、今日を無駄にすることであると。結論から言えば、セネカは未来なんて幻だと言いたいわけです。そこにあるのは連続する現在であり、決して取り戻せない過去です。噛み砕いて言えば、私たちは過去と現在を所有しています。しかし未来は所有していません。その証拠に私たちはいつ病気になるのか、いつ退屈な毎日から解放されるのか、いつ人生のターニングポイントが訪れるのかを知ることはできません。しかし人生を嘆く人のほとんどは、いつかきっととか明日になればと考え、今やるべきことを先延ばしにしようとします。結局そういう人は今すぐ安心できる何かにすがろうとします。例えば食欲、性欲、物欲など、または自分以外の敵を作り、あいつよりはマシだと他人を卑下し、優越感に浸ります。しかしそれは現在という貴重な時間を一時の快楽のために無駄にしているに過ぎません。セネカは言います。人は互いの時間を奪い合い、互いの平穏を破り合い、互いを不幸にしている。そんなことをしているうちは、人生には何の実りも何の喜びも何の心の進歩もない。そんな彼らは生きているのではない、ただそこにいるだけなのであると。未来に依存する人はいくら年を取ったところで長く生きたとは言えません。彼はただそこにいただけです。例えるなら、一隻の船が嵐の中でコントロールを失い、同じ海域をぐるぐる回っているのと同じです。その船は決して冒険していたのではありません。ただ長く翻弄されたに過ぎないんです。そしてセネカは言います。今を懸命に生きる者に恐れなどない。なぜなら彼らは未来は運命の手中にあると確信するからだ。来るべき未来というものは不確実なのだ。ぐずぐずしてはいられない。直ちに生きよ。
と、時間を自分自身のために使う人は明日を恐れることがありません。なぜなら彼らは、あとは運命の女神が決めてくれるはずだという確信があるからです。大事なのはいつかではなく今です。3つ目は、あなたは一人じゃないです。ここまでお話しして、じゃあ自分の時間を使って具体的に何をすればいいのという疑問が生まれると思います。そんな疑問に対しセネカはこう答えます。愚人は無意識のうちに周囲に時間を奪われるが、賢人は過去の英知に学ぶことで人生を豊かにすると。もっと端的に言えば、愚か者は遊び、賢い人は学ぶということです。苦しい時代のセネカを救ったのはソクラテスやアリストテレスといった偉大な哲学者たちでした。セネカは彼らとの対話を通し生きる希望をもらいました。同じように私たちは、哲人たちが苦労して手に入れた素晴らしい遺産を自由に相続する権利を持っています。彼らは決してあなたを突き放すことはありません。それこそあなたが死ぬその瞬間まで今を生きる尊さを教えてくれます。賢い人たちは日々の雑事に惑わされず、ちゃんと時間を作って読書に励みます。彼らは人類が築き上げてきた学問的財産を引き継ぎ、自分の時代に付け足すことは人生を豊かにすると知っています。あなたはどうでしょうか。あなたは自分自身を人生の主人とし、偉大なる賢者たちを味方につけているでしょうか。彼らはいつだってどこだって私たちが訪れるのを待っています。あなたが素晴らしい人生とは何なのかを学びに来ましたと戸を叩けば、彼らはきっと力を貸してくれるはずです。この動画を見ているあなたも、自分の人生にひとまずセネカを味方につけ、人生を充実させる指南書として利用してみてはいかがでしょうか。以上で終了となります。このチャンネルでは他にも絶対に読んでおくべき名著や絶対に知っておくべき偉人についての動画を出しています。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは良い一日を。